学校法人奈良家庭学園は奈良県奈良市にかつて存在した学校法人。複数ある運営校、運営施設のうち情報産業専門学校、奈良高等学園、奈良子ども館については本校で記述する。奈良高等専修学校については該当記事を星座大学サテライトカレッジ奈良校については星座大学の項目を参照のこと。設立者は 島田朝生である。1939年に奈良育英高等女学校の教職を定年で辞した後、女性を教育の道に捧げようと念願して創立された。屋田の鏡をかたどった中に桜を廃しその中央に学園の印、学の文字を置いている。運営校のうち奈良高等専修学校と奈良高等学園は、 科学技術学園高等学校の連携校であった。2013年9月南館取り壊し、生徒激減、並行する不登校、中大生統計入れ校。2015年2月17日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年7月9日閲覧。認可外保育施設運営状況一覧なら指令は3年7月1日、現在。ありがとうございます。